ホテルまでちょっと来てくれねえかなって、あ、これは取れるだろうな、クソクソと思いながら、阪神で終わりたかったけど、歌歌うんだよ。オーライオンズ、もういもう歌なしっす。それで、はい、ね、阪神から電撃トレードっていうんですかね、西武ライオンズが新しく生まれ変わって、まあ、それが俺のプロ野球第二の人生。あれはね、オフに俺はパジャマ着て、複数のトレードだったんですよね。そうそう、はい、もう寝る時間や、うん、そしたら12時半過ぎ1時頃、うん、電話になって見ようと思ったら阪神の社長や、はい、株式ホテルまでちょっと来てくれねえかなっていう、あ、これはトレードだなと思った、うん、1時頃呼ぶか、本当ですね、あ、これはあの新聞記者カメラマンがいねえから呼んだと思ったら、何ザーッといたわな、そうですかなんだこの球団はと思って、それで部屋入ってトレードの話、西武、うん、分かりました、もう二つ返事で、うん、OK した、これもういいや、こんな夜中に呼ばれる球団だったらいいわと。あ、でそもそもね、ブレイザーが監督になったんだよ、何回から、はい、でブレイザーが田淵はいらんって言ったらしいんだよ、うん、ああだ結構です、だから俺逆に言えば阪神で終わりたかったけど、うん、優勝っていう味は多分味わってないよ、うん、それで根本さん法政先輩、はいはいはい、近所の旅館で根本さんと会って、うん、田淵どうや新生ライオンズ来てくんねえかって言うから、うんうん、分かりました行かしてもらいますって決まったんだよ、うんうんうん、でその時古澤健二と、はいはい、健ちゃん、向こうは真由美、若菜、はい、武田、あと4対2の竹之内さん、竹之内、はいはいはい、4対2のトレードだった、はい、それで11月頃荷物まとめてマンション引き払って、うん、さあ帰ろうって言って新大阪の、うん、いつも10年前に来たあの状況と、うん、ああ終わって帰る時の状況を見たら記者はゼロ。やっぱり勝負の世界ってこうなったら知恵親なんかさしてくねえんだなと思ったね。それで新幹線乗ってクソ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 と思いながら、それで東京帰って西武ライオンズに入団発表したわけよ。で入ったらグランドはないし、グランドないひどいよな、まあ、キャンプは一月半ぐらいですか、伊豆の、ああ伊豆のね、伊豆のキャンプで、はいはいはい、いや飯だけは豪華だったな、あプリンスホテル泊まって、それでグランド内、その陸上部がね、はい、走るようなとこでスパイクが中に入っていかない硬いとこで靴ずれはするわなんじゃこれ俺の野球人生終わったなと思って、それでブラベントン、はい、行ったんだよ。あんなもんですね、はい、だってグラウンドできてないんだからまだ、はいはい、僕ら下田の下田の時は僕プリンスホテル1期生だったんですよ。西武ライオンズがキャンプ行く前 の, その練習をやって、僕らその後その、ああそうか、プロがこんなところで練習したんだもんね。いやバカにしてもいいよほんまに俺はこれがプロかねと思って、まあだから新生ライオンズで最初だからね、うん、それで発表会があった時にね、堤さんがね、お前気をつけはね、この指をこう野村さん横でステックされて山崎土井さんはいはい、はい、あの1年目はもうまたブレザー着てネクタイしてさ、うん、それで歌歌うんだよ、オーライオンズライもうバラバラだ、もう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 歌なしっそれでプレゼントンというね、はい、初めて海外旅行のキャンプ行きましたよ、うん、どんな素晴らしいとこかなと思ったら、芝生がボーボーで雑草みたいなものボールが止まっちゃうんだよ、まだ整備してないから、メジャーのキャンプ前、前なんだよ、はい、前に使うから、はい、なんじゃこれやと思ってさ、で違うところでやったら今度は少年野球をやるような球場やなんじゃこれや、これでピッチャーとバッターは分かれるからさ、一日ピッチャーと会わないこともあるよ、うん、すると飯の時なんかさ、新聞記者にさ、はい、西武は対戦するからさ、先に食わして俺たち食うもんねえんだよ、おららら、これでなもう近所のレストラン行って食ったりとか、もうガタガタだったよもうプロで、ね、予想してることと全く違った現状だった。東野さんも言っておられました、はい、
言ってたの、言われあいつは、まあ言っちゃダメだけど、あの野郎、お前遊びに行った時あの野郎、本当に悪いやつや。俺、あいつはよく遊んだな。ね、まあ、遊びの天才ですね。まあ、最初ね、前のかみさんの時、遠い親戚だったんだよ。はい、東のとこと。うん、それで気があったというか、はい、いや、あいつは面白いよ。うん、ストレートだしな、ね、嘘つかないやつだし、まあ、それでブラゼンといて1ヶ月半でしょ、休場できないんだから、うん、オープン戦できないんだから、はい、それでハワイの球場で3試合ぐらいしたかな、はいはい、その時に飛行機をチャーターして日本からねファンが来たの500人ぐらい、チャーター機でハワイに、ハワイに来たのよ、うん、で俺あの時ね手を怪我したかなんかでね出れなかったの試合に、うんうん、そしてね野村さんとね歩いてたのこうやって、うん、あのホノルルを継いだ時、うん、ね、野村さんどんなあれですかねって言ったら野村さんがびっくり顔するな、はい、どうしたんですか、サッチーがサッチーがいるって、呼んだんでしょ、俺は呼んでない黙ってサプライズ、それで1ヶ月半終わってそれで日本に帰って、はい、開幕、はい、球場 初めての球場で野球はい12連敗っつ僕はそれプリンスホテルに行って近くで見てました、ああそうかそうか、ライオンズ今日も負けた今日も負けたっつってだってさ東尾がさ、ね、ピッチャーの時サードゴロ打つとね山村っていうやつがさ、はいはいはい、冒頭ばっかり飲んだよそれひどいこと言ってサードゴロ行ったら俺にまずボールよこせと中継で掘るからバカなこと言う、ね、俺フォアスト守ったりさ、はい、やってたけどさ、うん、まあひどい守備だったし、うん、松沼兄弟もいたし、はいはいはい、ああまあひどかったな、初めて兄貴が勝ったんですかね、13年、あれはねキャッチャー野村さん、あそうなん、野村さん、はい、うん、今でも覚えてる、でやっと12連敗阻止、あの13連敗阻止して、森さんも1年目であんまり勝てなかったんですか、森重博士の1年目勝てなかったな、 あんまり印象ねえわな、え、あの時森いた、1年目ドラフト1位ですから、西武ライオンズの1年目、あそっか、はい、なんか知らないけどあいつもねなんか気が合うっていうか、うん、悪そうな顔してるけど性格いいんだあいつなんか特殊なやつが俺とねやっぱり仲が良くない、お前も特殊だよちょっと、いやいやいや僕はお前まとも顔がダメです、自分で言っちゃダメなんでだからそういう点で俺とね、うん、森重、トンビ、はい、石毛、まあ太田はちょっとな、うん、あの奥さん亡くしちゃったりして、そうですね、うん、まあ岡村もいたし、うん、でも先輩がリーダーだったんであの頃やっぱ明るかったですよね、そりゃそうだよ、うん、明るくなきゃ、まあ、金森なんか最高だったなんとかせーって言ったらね避けないんだよ、デッドボールだもん、うわーって言ったら当たってもいないのにわーって言ったら日本シリーズサヨナラヒット打って三勝三敗になったじゃないか、そうですそうです、あの時のメンバー最高やな、その当時の例えば阪神にいたセントラルリーグとその当時のパシックリーグ どういう違うんですか、やっぱりあの DH があったから、はい、だからね DH っていうのはね、選手をね長くやらせていただける制度でもあるよ、うんうんうん、だからダメになったら俺なんかはもうキャッチャーも肩がダメになったから、うん、まあ6年間5年半ぐらいはあの DH やったけど1年目はねあのキャッチャーやらせてもらったけど、うん、西宮球場で東尾とバッテリー組んで完封したんだよ、お完封だよ、してさ俺がサイン出すとさあいつ変な顔するんだよ、うん、まあいいやと思って投げてくんだろうな、最後まで俺のサインが分かんなかったって言うんだよ、え なんで俺も分かんなかったんだよ、何ですかそれ、まあいいや適当に出しとけって言ったらあいつうんって放ってくるから、あこれが一本がまっすぐかとかお前らもっとミーティングしとけよってだから後で聞いたら、あの阪急のな、はい、のぞきがな、解読できません。ああ、サイン分かりません。敵を欺くじゃないですか。だからベロ出しちゃう、うん、ああ、これと一緒だ。なんか、昔の野球の面白いですね。あとではね、面白話できる。その時は必死だけどな。うん。まあ、面白い、ね、人生だな。よくぞ、ここまで。みんなと和気あいあいじゃないけどな、仲良くできたけど、まあいろんなまだ思い出はあるけど、うん、僕はあの、最初日本シリーズで中日だって勝って4勝2敗、先輩が、うん、よっしゃ今から銀座行くぞってレオバス2台引き連れて銀座に止めて、姫僕ら覚えたるよあれはお
前警察来たよ。あんなとこでお前観光バスが入ってきちゃいけないんじゃないの、うん、ここで2台がダーンとな、はい、であれ本当はね最初はね品川のね、うん、プリンスのホテルにね、はい、荷物を置くように言ってたんだけど、はい、俺がうんじゃ運転さんもう間に合わないからお前そのまま行ってくれって荷物みんなあんたたちが運んでてくれってそれで行ったんだよ。でも名古屋に決まってねやってから移動できましたからね。そう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 、いや僕はあの時初めて銀座姫っていうものに行かせていただいて、うん、でも姫の2階じゃ3階のスナックっぽいところだったんですよ。そうあれで貸切にしたの、はいはいはい、下はね、うん、一般客で無理だから、はい、もう、うん陽子さん山口陽子さんと仲良かったから、うん、じゃあぶっちゃん優勝したら3階貸し切りでいいわよって、うんうんうん、それもちろんただやろ、ね、俺らバンバン飲むわだからねこんなねアイスペルラーそうそうそう知ってるか一気なんて昔からあったんだよ、はい、俺たちの時代からまたダダダダダダダって、はい、俺がーってね最後になるとね岡村がね誰かがさ僕らも最後の方でしたけど新人お前はまだ早かったんだよ飲む最後のやつがね旅さんこれは飲みません食べかすがたくさん飲まそうサキイカとかねカキピーとか入ってたんですよねそう豚飲んでる人出してんじゃないかみたいなそれでさ何十人いたあれあそこいやいやぎゅうぎゅうでしたよ40人かその辺いたでしょそしたらさ背広着たやつが来たんだよはい、入ってきたよ、うん、お前誰やってさ僕ですよって僕じゃ分かんねえ誰だって田口さん優勝したら銀座に来いって言ったじゃないですかって言ったら洗濯や洗濯の親父いつも俺たちの犬を笑ってくれるやる、はい、背広着たらお前分からねえだろって洗濯のあの格好で来いって言ったんだよあそっかっつってさじゃあお前飲め飲めってさ僕初めて銀座で飲ませてもらいますああそういうことあったいやでも最初のドラゴンズに勝ったの優勝は田辺先輩が一番喜んでて、うんまあ、銀座でバス乗り込んで姫のちっちゃいところでみんなで、うん、そのアイスペール飲んだまだまだ鮮明に覚えてます、まあ、クリーニング屋の話が来たことあんまり覚えてないんですけどそうだねみんなわーっとなったこれでなテリーかテリー、はい、テリーウィットフィールドがね、はいはいはい、酔っ払ってね下のなんかカーペットの下でこう寝てたテリー、スティーブがいましたからね。スティーブだよな。はいはい。ご覧になっていただいてありがとうございます。お願いございます。まず、チャンネル登録をお願いします。そして、いいねもついでによろしく。それで、いろんなこと思ったら、俺こう思うよ、いいねとかいろんなものあるでしょうから、コメントもよろしくです。